山本義信は、岡山県備前市出身のプロ野球選手。宇藤右内。オリックスバファローズ所属。東京オリンピック野球金メダリスト。備前市立伊部小学校の1年時から、伊部パワフルズで野球を始めると、備前中学校の3年時には、東岡山ボーイズで二類種検討手として、全国大会に出場した。野球に集中できる環境を求め、先輩の紹介で、 宮崎県の都の上高等学校へ進学し、1年生から本格的に投手として練習を始める。1年夏の選手権宮崎大会に9番三塁手として出場。1年秋から本格的に投手へ転校すると、2年春にストレートで時速 147km、同年夏の宮崎県新人野球大会で時速 151km を計測した。 さらに、同大会決勝の放送戦では、ノーヒットノーランを達成。2年秋の宮崎大会では、宮崎海洋戦で、5回参考ながら完全試合を記録した。しかし、3年夏の選手権宮崎大会では3回戦で、宮崎賞に敗れた。93第93の梅野優吾、福岡大王大堀の浜地雅美、黎明の大田龍と共に九州四天皇との評価をされていた。 2016年の NPB ドラフト会議で、オリックス・バファローズから4巡目で指名。契約金4000万円、年俸500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は43。宮古の城高校からの NPB 入りは、1994年のドラフト会議での指名を経て横浜ベイスターズと契約した福森和夫以来22年ぶりだった。 担当スカウトの山口和夫によれば、3年春にスカウトの間で、山本は足を怪我したから社会人に行くらしいとの情報が流れ、各球団が手を引く中、間違いない選手ですから、信じてくださいと球団幹部を解き伏せた結果、4位で指名できたという。2017年、春季キャンプから2軍に帯同していたが、5月9日に、ウエスタンリーグの対広島東洋カープ戦に、 先発投手として公式戦に初登板。8月中旬までは、同リーグの公式戦8試合の登板で、2勝0敗、防御率0.27という好成績を残した。この間には、通算投球イニング33回に、3でよし9を2個にとどめている。8月20日の対チバロッテマリーンズ戦で、先発として1軍公式戦へデビュー。勝敗はつかなかったものの、 速球で自己最速の時速百五十二キロメートルを記録するなど五回を投げて一失点六奪三振と高騰した。同カードでは八月三十一日の再戦でも五回に失点と高騰。一軍公式戦初勝利を挙げた。高校から直接オリックスと契約した新人投手が一軍公式戦で勝利投手になった事例は平井選氏が 現役時代の1994年に記録して、以来23年ぶりだった。一軍公式戦全体では後試合に先発登板。一勝一敗、防御率5.32を記録した。2018年、春季キャンプから一軍に帯同しながら、フォームの変更に取り組んだ。オープン戦の終盤までは一軍の先発ローテーション入りを争ったが、公式戦の開幕を二軍で迎えた。 ウエスタンリーグの公式戦では、開幕から4月中旬まで、6試合の当番で2勝、0敗、防御率0.38という好成績を記録。4月23日に1軍へ、再び合流すると、同期入団の黒木雄太と並んで、セットアッパーへ起用された。4月28日に対福岡ソフトバンクホークス、戦で公式戦初ホールドを挙げると、5月1日の、 対埼玉西部ライオンズ戦では、球団史上2位タイ記録の若さで1、軍公式戦初セーブを達成。その後も登板を重ねながら、パシフィックリーグ歴代3位の15、登板試合連続ホールドポイントを記録した。オールスターゲームでは、パリーグの監督推薦選手として、オリックスの本拠地、京セラドーム大阪で模様された第一戦の3回表に2番手投手として、登板した。 選出発表時点の年齢は19歳10ヶ月で、オリックスで10代の選手がオールスターゲームへ出場した事例は、前身の阪急ブレーブス時代の1956年に、米田哲也が18歳4ヶ月で、監督推薦選手として出場して、以来62年ぶりであった。前半戦からの蓄積疲労などの影響で、後半戦へ入った直後に一時調子を落としたものの、 20日の誕生日を10日後に控えた8月10日の対ロッテ戦でシーズン26個目のホールドを記録。この試合までに9円で4勝を挙げていたことから10代では史上初のシーズン30ホールドポイントを達成した。シーズン終盤に左内腹射筋の損傷や左脇腹板で戦線を二度離脱したものの一軍公式戦にはオール9円で54試合に登板。 4勝2敗1セーブ32ホールド、防御率2.89、リーグ2位の36ホールドポイントを記録した。入団2年目ながら、先行資格を有していたパリーグ新人王の選出までには至らなかったが、新人王先行の記者投票では、田中和元の112票に次ぐ70票を獲得。シーズン終了後の契約交渉では、先発へ、 再び転向する意向を示すとともに、推定年俸4000万円で契約を公開した。昇給率は400%で、オリックスでは1995年の飛来、鈴木平以来の大幅昇給とされる。2019年、先発の柱だった金子千尋、西勇気型球団へ移籍したことを背景に、春季キャンプから先発投手としての調整を本格的に再開。 4月3日の対ソフトバンク戦で、レギュラーシーズン初登板。一軍公式戦では2年ぶりの先発登板ながら、8回表一島でソフトバンク打線を無安打に抑えるなど、9回を1、非安打2を死無失点と高騰した。前半戦は高騰しながら、打線の援護に恵まれない試合が続いたが、6月28日の対西武戦では、 一軍公式戦での初完封勝利を記録した。しかし、前年9月に続いて、左脇腹板を発症したため、8月上旬から1、ヶ月余りにわたって、戦線を離脱。離脱の直前まで、パリーグトップの防御率を記録していたが、一時は、規定等級会への到達が危ぶまれていた。9月8日の対日本ハム戦から一軍に、 復帰すると、4試合の先発登板を経て、チームのレギュラーシーズン最終戦だった9月29日の大ソフトバンク戦で6回を投げ切ったことによって、リーグの最終規定投球回へ到達。到達時点での防御率が、リーグトップの1.95であったことから、最優秀防御率のタイトルを初めて手中に収めた。同年の一軍公式戦で、規定投球回を満たした投手のうち、 一点台の防御率でシーズンを終えたのはセントラルリーグを含めても山本だけでオリックスの投手としては2014年の金子以来であった11月13日に背番号18へ変更することが球団から発表された同月30日に臨んだ契約公開でオリックスの高卒4年目の選手としては史上最高額の年俸を勝ち取った2020年 レギュラーシーズンでは、6月21日に楽天との開幕カード第3戦に先発で、初登板。8回を3飛安打10奪三振無死球、無失点という口頭で、チームにシーズン初勝利をもたらすとともに、自身にも白帽子がついた。7月5日の対西部戦では、6回裏に1イニング、3よし球、1試合を通じて4よし球と、乱調だったにもかかわらず、 7回を2失点に抑えた末にシーズン2勝目を挙げている8月25日の対ソフトバンク戦にて1回から3回まで三振を奪いそれまで22としていた自身のイニング連続奪三振を25まで更新し日本人投手では最長となる25イニング連続奪三振としたまた9月15日の対楽天戦の3回表から10月13日の 大ソフトバンク戦2回表まで31イニング連続無失点を記録。上半身のコンディション不良でシーズン最終盤に戦線を離脱したもののシーズン全体では一軍公式戦18試合の当番で自己最多タイの発祥、千賀広次第に次いでリーグ2位の防御率2.20を記録した。さらにリーグ最多の149奪三振で千賀と揃って リーグサイト三振のタイトルを獲得。シーズン終了後の12月16日に推定年俸1億5000万円という条件で契約を公開した。オリックスの高卒選手による入団5年目での年俸1億円到達は、投手としては歴代最速で、野手を含めても一郎に匹敵するとされる。2021年は初の開幕投手を務め、 7回自席点1と、高投したものの敗戦投手となった。続く中5日で臨んだ4月1日の対、ソフトバンク戦では、13奪三振に安打1死球と2塁を踏ませないピッチングで2年ぶりの完封勝利を挙げた。前半戦は、16試合に先発し、9勝5敗、防御率1.82を記録。2019年、日本代表のトップチームに、 初めて招集されると3月10日にメキシコ代表との強化試合で救援投手として実践デビューを果たした。シーズン終了後の11月に開催された第2回 WBSC プレミア12で日本代表へ本格デビュー。当初楽天の救援陣から選出されていた松勇希森原康平が故障で出場を辞退したことから、 同年の公式戦で一度も経験していない、セットアッパーとして起用され、日本の大会初優勝に貢献した。2021年6月16日、東京オリンピックの野球日本代表に選出された。同大会では、予選第一戦のドミニカ共和国戦に先発し6回に安打、だ9奪三振無失点と高騰すると、準決勝の韓国戦でも先発し5回1。 3をアンダに失点で降板した。チームの金メダル獲得に貢献。WBSC が発表したベストナイン右投手部門に選出された。2019WBSC プレミア12でのリリーフ登板で最速時速 158km を計測したストレートとスライダースプリットカーブチェンジアップシュートカットボールなど多彩な変化球を投げ分け、 中でもスプリットが高く評価されている。投球フォームはスリークオーター。投球動作の際に上半身を突っ込ませながらリリースで左足を突っ張る投球フォームの持ち主で投球時の下半身の使い方やフィールディングに対する評価も高い。プロ野球の右投手では珍しい上記のフォームを身につけたきっかけはオリックス1年目のオフシーズンに参加した。 筒つ義友などとの合同自主トレーニングで体の強さ、柔軟性、連動性などを同時に高められるトレーニング方法を教わったことにある。これを機にブリッジの姿勢から手足を上げたり体を回転させたりするなどの動きを伴う強化体操を毎日3時間にわたって実践。筒つと共に指示するトレーナーからの勧めでプラスチック製の槍を使ったジャベリックスローや ハンマーに似た道具を使った円運動もトレーニングに取り入れている。オリックスでの1年目には先発投板時に相手打者に粘られることが多かった。投球数を減らす目的でシーズン終了後にカットボールを強化したところ最高速度が時速 150km を上回るようになった。先発に復帰した2019年の春季キャンプでは投球の幅を広げるために カットボールと逆の方向に変化するシュートの投げ方を習得。習得に際しては、ランディ・ジョンソンが現役時代に投げていたツーシームの握り方を参考にしたという。スプリットも高速で、最速時速 150km 超の球速を記録する。野球日本代表監督の稲葉厚敷からは、オリックスでの2年目から強い球を投げるとの評価を受けていて、 翌2019年から代表へ選ばれている。オリックス OB で、元メジャーリーガーの井川圭からも、4年目の、レギュラーシーズン開幕直後に、時速150キロメートル台のストレートと、ストレートと同じ腕の振りでフォークを投げられる投手は、MLB にも少ない。自分より数倍以上の能力を持っているので、そのストレートが投げられるうちに、MLB に挑戦してほしいという表現でエールを。 送っている。名前の、吉信については、誕生年に、読売ジャイアンツへ入団した、高橋吉信にちなんで、巨人ファンのジップが名付けたと報じられたが、山本自身はその説を否定しており、実際には、実母の名前から、ゆ、ジップの名前から、真の字を取る格好で、祖母が命名したという。本人による、由来の否定がなされた後も、高橋吉信が由来であるとたびたび、 報じられてしまっている。特技は、どこでもよく眠れること。バス移動でも座った時に少しだけ眠るということが多い。周りがうるさくても平気で眠れる。よく眠って疲れをためない、性質なのかもしれないということを話している。2歳年上のトング島とは、実家が隣同士という間柄で、幼少期から仲が良く、イベパワフルズとオリックスでチームメイトになっている。 トングーは内野手登録で2019年にオリックスへ入団したが入団後に本来のポジションである保守へ戻ったことから2020年3月10日のオープン戦ではプロ入り後初めて実戦でバッテリーを組んだ。都の上高校公式野球部のチームメイトにと合唱進むの実刑がいた縁で自身より2歳年下のト里とも中学生時代から面識がある。 トザットには、精神ウルスラ学院高等学校への入学前に、一緒に野球しようぜと声をかけたほか、在学中に、社員の求めよ応じたこともあるという。トザットは卒業後に、巨人へ入団すると、山本と同じく1年目から1軍公式戦で、先発勝利を挙げたほか、2年目に成績を大きく伸ばしている。ありがとうございます。